タスケットの逆さかぶりのコツ教えてください。いまいちしっくりきません。なんですかね。こうキャスケットがあります。こんな状態ですよ。言うなれば。まずこれをかぶる。後ろに耳の毛を入れる。前髪と。で、顔の形とかサイズがあると思うんだけど、こう深くやりすぎると僕も全然ロシアの兵隊みたいになるんですけど、そこはね、ほんとヒゲとかのパーツバランスもあるからなんともだけど、まあ、浅くかぶった方が似合う人もいるし、こんくらいで、もう僕はいつもこんくらいなんですけど、この状態だとちょっと微妙なのよ。で、ここで後ろにたまらせる。で、まあこの肉厚系で、これ530ってやつだったかな、ちょっとここが深いんですよ。この時はどっちかの耳に寄せるとか、両方均等にしてもいいんだけど、まあその日の気分でやるって感じ。ここがね、出てるとね、あんまりかっこよくないから、ここだからね、髪の毛の毛量が多い人とかだと、ここに髪の毛がボリュームめっちゃあるみたいな感じだったら、上に上げるんじゃなくて横に流してかぶるとかやるといいんじゃないですか。はい、そんな感じ。なんかかぶりまくってると投げれるよ。